はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、五反田にございますステーキハウスベラスさんにお邪魔しております。というのも、こちらのお店ね、いろんな方がチャレンジメニューに挑戦しに来ておりまして、僕もね、今日はチャレンジメニュー挑戦しに参りました。内容の方が4キロのステーキセットで、制限時間が30分、成功の場合料金が無料プラス T シャツのプレゼント、失敗の場合は1万5000円のお支払いとなるそうです。久々のちょっとステーキチャレンジなんでドキドキしてるんですけど、来るまで待機したいと思います。大丈夫でございます。3、2、1のカウントダウンで、はい、お願いします。いきます。はい、3、2、1スタートです。はい、よいしょ。先生、いただきます。よいしょ。お肉やらか、やらけー。これうまい、やわらかい、うん、あ、赤身肉で結構こだわってる。これうまいですね。ありがとうございます。じゃあ、ぶっちゃけチャレンジとかで食べられるレベルじゃないです、これは本当に。赤身だけど、しっかりね、柔らかいし、ジューシーだし、これめちゃめちゃうまい。鶏肉かな。うん、鶏もね、皮が香ばしくてうまい。
タオル忘れてた。よっちぜ。マジ。ちなみにね、これマックスさんが最短で17分49秒かな。多分合ってると思うんですけど、それぐらいのね、記録でクリアしております。これだけね、今ソースかけてないんですけど十分、うまい。あのね、旨味がすごいね、これ。
対うまい、これ絶対うまい、これた以上にね、コーン多いわ。おお、おいしいね。500円で。このコーンも甘くてうまいね。やっぱバター染みててこれめっちゃうまいのよ。さっきバターライスにしたんですよ。あー、見てます。マジでうまかったな。たまんないですね、あれ。
まあこれぐらい減ったら人間そんなすっきりした顔で食べてる人なかなか見たことない確かにそうかもなんかごめん動画で言われるけどあのチャレンジメニューを食ってる様子ではないって言われますね。最後にしてうわぁ、うまかった。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわぁ、おいしかった。お疲れ様でした。